藤原です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析を配信していきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨について初心者から上級者まで分かりやすく解説していますので、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ね、ニュースいきたいと思います。やっぱりね、テラのね、話がね、やっぱりかなり尾を引いてまして、テラの価格ね、まだじわじわ下がってきているような状態なんですけども、まだね、まあ解決するっていうまでは結構時間がかかるんじゃないかなと思います。テラの、運営が、UST の、まあ、準備金として買ってたビットコインがどうなったかっていうところが、まあ、よく分かってないということで、それについてね、バイナンスの、チャンポンジャオ CEO が、それについてね、説明をしてほしいっていうことを言ってるんですけども、それに対するテラチームの対応が、悪いと、返信があまりないということで、それについて非常に失望したということを、まあ、ツイッターでも言っていました。説明責任を果たした上で今後の計画を立て積極的に連絡取り合ってたアクシーインフィニティの運営とは対照的だということを指摘したと。で、チャンポンジャオ CEO は テラのネットワークの復元のために、まあ、今回ね、6.5 兆枚っていうね、大量に鋳造されたテラをバーンすることと、UST の、ドルペックを回復するように要請したんだけども、まあ、それについて特にね、回答がまだ得られてないっていう状態。あとは、チャンポンジャオは、資金調達の第2ラウンドについて、参加する、つもりはないと。バイナンスとしては参加するつもりはないし、UST も取得してないっていうことをね、昨日ね、主張してました。で、運営のドゥークオンは、デペックの中で、運営がビットコインのリザーブの使用道については、まあ、文章化の最中ということを言及していて、関連動向がまあ注目されています。ということです。で、まあ、この話で結構やっぱりね、市場全体がね、暴落する可能性もまたあるし、逆にめちゃくちゃ回復する可能性もあるということで、まあ、目が離せない状況になってます。で、僕はツイッターで、ドゥークオンと、チャンポンジャオと、あとね、テラの、まあ、公式アカウントっていうのがあるんですけど、この3つをですね、ツイッターの通知機能をオンにしました。で、そうすると、まあ、速報がね、すぐ受け取れるようになると思うので、それでちょっとチェックしていこうかなと思いますんで、まあ、ツイッターやってる人はちょっとそういう風にね、ちょっと通知機能をオンにしてみたりするといいんじゃないかなと、思います。はい、ということで、まあ、この話が一番大事なんで、この話だけしたんですけど、今日のチャット分析はですね、とりあえず、デベックされたままの、UST と、テラと、あとビットコインとステップアップのフィットファイ、この4つやっていきたいと思います。まずね、 UST なんですけども、まあ、UST を持っている人がに新しいそのコインがね、付与されるっていうその、案がね、まあ、今あるので、まあ、一時 UST が買われていっていて 0.25 ドルぐらいまで回復してたんですけど、またちょっとね、売られてしまっているっていう状態。これが4時間足なんですけど、まあ、ここそうですね。売られてます。で、こんな感じで上昇トレンドもあったんだけど、まあ、それも終わってしまっているので、またね、この UST がかなり、まあ、電子コミになる可能性もまだね、今あるような状態ですね。僕はちょっとこれに投資するってことは、今のところはね、進めないです。うん。これもギャンブル性がかなり高いと思いますので、まあ、これも無価値になる可能性全然あるので、うん、なくなってもいいぐらいのお金だったらいいと思いますけど、まあちょっとやめた方がいいと思いますね。うん。じゃあ次、テラですけども、テラも、結構ね、大底から500倍ぐらいにはなったんですけど、0.00059 ドルまでぐらいはいったんですけど、一旦今ちょっと売られているような状態ですね。これは、あんまり僕はよろしくないチャート形状なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんかバブル終了みたいなチャートですね。ここは猛烈な上昇してきて、一旦 0.23 ぐらいだったかな。これ3分の1落ちてます。これ結構、よくないですね。最高値から一気に3分の1ぐらいになっちゃうっていうのは。で、結局高値更新できずにダラダラ下がってくるって感じ。
で、ここはこういう下降ウェッジの、それ上抜けしてるんですね。で、これ普通下降ウェッジ上抜けしたら買いなんですけど、ちょっとこの辺でダラダラ下がりやすいかなって感じ。これね、同時コインの冷やしチャートに出ます。同時コインのバブルが終わって、今この辺でダラ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 下がってきた状態なんで、ちょっと同時コイン見たらちょっと落ち着いて見れるんじゃないかなと思うんですけど、買いではないと思いますね。あとね、出来高があんま入ってないので、そこもちょっと僕はね、微妙だなと思ってるところなんですけど、これね、こうやって落ち着いて出来高見てみたら、出来高下がってきてるんですよね、だんだん。だんだんね、この時の勢い。この時に、これもしかして大復活するんじゃないって言ったら、みんなが買っていったこの感じは失われているんですよ。この辺はもうだんだんこうみんな自信なくしてる感じ。これやっぱやばいんじゃねと思って、少しずつ手放していって、ババ抜きしてるみたいな感じ。もう今もう全然ないですよ、もうこの辺に比べたら。って考えたら、まあちょっとやっぱり運営とかが、新しい リバイバルプランをどう実行していくのかとかね、そういう話が出てくるまではちょっと買わない方がいいんじゃないかなと思います。でビットコインですけども、ビットコインもね、昨日までちょっといい感じで上げてたんですけど、今日のね日本時間の昼ぐらいからちょっと急落してますね。今ね29,700ドルぐらいなんですけど、ここ一回大底つけて26,000まで上げた後も、下げた後結構上がってきていて、31,000ドルぐらいまでいったんですけど、ドカンと落ちました。まあでも今こういう感じの多分三角持ち合いだと思うので、短期的にはね。まあ、これの結論がどう出るかっていうところだと思いますので、別に、すごい心配することはないけど、ただ、ただね、底根県でのこの、上昇ウェッジなので、怖いです。これは、また、安値切り下げやすいチャート形状なんで、ちょっと怖いかなって感じですね。で、ちょっと冷やしレベルで言うと、一旦はね、反発しやすいところにはなるので、こんな感じね。まあ、ここ結構ヒゲが長いし、直近まあ4日連続陽線だったので、基本的にはやっぱり一旦反発あると思うんですよね、この大きなウェッジの中で。例えば36,000ドルぐらいまでは、ここね CME の窓も結構がっつり開いてるところなんで、ここまではまあ反発しやすいところなんですけど、まあ、結局まあテラとか次第なのかなと思います、市場全体がね。まあこういうちょっとね、相場が荒れてる時こそね、ビットコイン、資産をビットコインにしておくと、ドカッと下がるときも下げ幅が少ないのでいいです。アルトコインはめちゃくちゃ下げるので、注意して、ホールドした方がいいかなっていう感じですね。で次、ステップアップのフィットファイですね。フィットファイはですね、今週の金曜日、20日の21時に NFT の靴が、スナップショットになりますので、フィットファイを今ロックしてる人が多い状態なんですね。で、それが解放されるのが20日の21時になるので、そこはやっぱ下げやすいところだと思います。で、今直近は、まあ、このヒゲつけた後、もう4倍まで上がってるんですよ、ここ価格ね。で、上がってるんですけど、ちょっと怖いのは出来高が結構下がってます。まあ、これホビーのチャートなんで、あんまりあれですけど、ちょっと他ので見ようかな。フィットファイの出来高が多い取引所、まあ、OKX とかで見た方がいいと思うんですけど、どうかなぁ。あ、いいや、もう取引所の差はいいや。まあ、ちょっと出来高が下がってます。怖いですね。で、4時間足は、ただ、直近のこういうね、レジスタンスはちょっと上に抜けてるので、地合いが良くなってくると一気に跳ねてくる可能性がありますが、どうかなって感じね。まあ、こいつも一応ビットコインに引きずられたりするので、ビットコインが落ちるようだと、またドカッと落ちると思いますけど、まあ普通にテクニカルで言うと、まあ一旦まあ結構戻しがありそうな、反発はしそうな感じなんで、まあ、スナップショットまでとりあえずずっと持っとくよっていう作戦でもいいような気もしています。はい、今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。そして今話題のね、コインフィットファイとか、まあ、エピコインとか、
GMT、GST とかを買える、バイビットはとてもおすすめなんで、まだバイビットの口座持ってない人は、登録してみてください。チュートリアル動画もこのチャンネルにたくさん置いております。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にもクレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いし、ローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないって人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤丸の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そしてTwitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。